はい、どうもこんにちは、オロウくんです。本日はおすすめのスマホアプリを紹介しようと思います。フユーティーの関連アプリっていっぱいあるんですけど、特に僕がおすすめになるのがこちら、フットビンとフットスコアボードっていうものになります。まずフットビンの方から説明をしていこうと思います。このアプリ何ができるかっていうと、選手の相場が一発で検索できます。どうやって選手を見るかっていうところなんですけど、ここで検索で例えばあるセブンとかって打つと出てきて、あ、今このぐらいの金額で売られてるんやっていうのが分かったりします。でもう一個使い道があって、 SBC ソリューションっていうので、例えばこれ今来ているのラモスにしようかな、ラモスの SBC であればこういう風に解けば安く解けますよみたいなことを、すごいな広告が、こういう風にね、最適な SBC の解き方みたいなものを紹介してくれたりもしてます。でも紹介されたらみんなこれを真似してやるんで、真似しようと思うとなんやかんやね、ここで書いてる金額よりも高くなっちゃうっていうこともあるんで、参考程度にするぐらいでいいのかなと思ってます。でこのフットビンで最近見つけたすごく便利な機能があって、もうちょっとさっき検索したシェアセブンのところ見ていこうと思うんですけど、ここでマーケットセールヒストリーっていうのがあって、ここポチって押すと実際いくらで売れたかっていうのが分かるんですよね。このソールド4のところに優れた金額っていうのが出てきてて、あと EA タックスっていうのが手数料ですね。でその右が実際に売った人に入ったお金っていうのが見れます。なんでこれ見ると今市場としては478が最安なんですけど、実際売れてるので見ると475で売れてるんで、このぐらいの価格で出せば売れるんかなっていうのが分かりやすいかなっていうふうに思います。これ結構ね、市場に枚数が少ないような選手、例えばフリット見てみようと思うんですけど、今この選手1185万で出てるんですけど、実際にこれで見てみるとすごく売れ残って出たりしてて、直近だと1088万が最安で売られたりもしてるんで、損せずに買いたいなって方は、今一瞬の相場に左右されずに今まで何本で売れてきたのかっていうのを確認して買うようにすればすごくいいのかなっていうふうに思います。でお次紹介したのがフットスコアボードっていうアプリになります。フットビンはねすごく有名なアプリなんでみんな使ってるかなと思うんですけども、こちらねフットスコアボードっていうのも僕は同じぐらい便利かなっていうふうに思うんで紹介しようかなと思います。これどんなアプリかっていうと、一番僕の使い道としてはどんなの来てんやろうっていうのを見るときに、PS5 開いたりとか、スマホの FT のアプリ開くの面倒になった時は、もうこれで、ここで SBC ってとこパッて押したらね、最新更新順にね、上から出てくるんで、まあこれ見てね、こんな SBC つけられたんやっていうのが、パッとわかるっていうのが、このアプリの便利な機能かなっていうふうに思います。で、このアプリの素晴らしいところが、こんな SBC 追加されましたよっていうのが出てくるんですよね。なんでアプリ開かなくても通知だけ見たら一瞬でわかるっていうのが、すごい便利な機能かなっていうふうに思います。ちょっと簡単なんですけど、この2つのアプリがね、すごい便利やなっていうふうに思ったのと、いい機能を見つけたなっていうふうに感じたんで紹介させてもらいました。他にもいっぱいいい機能とかあると思うんで、もしよければそういうのコメントでいただけると嬉しいなと思います。はい。本日の動画は以上となります。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。